ちょ、おぉ見た、早っ早っ、行くよ、うん、こっちに、うん、ほい早い、ワープだ、ワープだ、違う、貫通する、あ、ワープない、ワープか、ほぼワープみたいな感じ、ほぼワープか、ほぼワープ、どこ行ったベンディ、めっちゃ、めっちゃ飛んでた、多分、あ、いや、ベンディ、ベンディ、気づいた、この場にいる、飛べねーベンディ、やばい、木の下に入っちゃった、ちょっと、わかるかな、なんか紫色の光を放っているクリーパーがいるんだけど、敵もなんか普通じゃない、はいはいはい、なるほど、じゃあ敵も強いのか、そう、敵も強くなってんの、モッドは、なるほど、のおかげで、はいはいはい、なんかネザーに行ったりエンドに行ったりするとさらに難易度が上がるみたいな感じになっているのよ、はい、やばいな、まあエンドラ討伐をこれで目指していきましょう、オッケー、鬼畜じゃないことを祈る、いやほんとそれよ、まあでもこの剣だいぶ強いからね、確かに、一応この剣は失ってもまたゲットできるようにはしよう、ありがてえ。一番危惧してたそれ、はい、あ、いたいたいた、誰だ、なんだこれ、飛んだ、危ない、痛い、ベンティ、ちょっと俺は死んだ、なんだ、ごめん、俺か、俺か、なんだなんだなんだ、めちゃくちゃダメージ、何が起きてるんだ、なんかめっちゃ、ベンティ待って、え、死ぬ、何した、何が、何が起きてるんだ、僕も、ちょっと待って待って、え、なに、永遠に爆発してる、え、そっち行けないんだけど、なんだ、な、何が起きてるんだ、わかんない、ペンティが何かしたわけではないのか、いや俺メテオライトを足元に向かって海に向かってやったんだけど、それか、え、いやでもペンティがそれやってから今こうなってる、何、そのメテオライトがずーっと爆発して、なんか最下層までずっと永遠にいて、あ、終わった、岩盤に到達して終わった、やばっ、え、こんな威力、さっきでもさこんな威力なかったよね、あれかも、水の中でメテオライトをしたからゆっくりメテオが落ちてってデデデデデデになっちゃってるのかな、なるほど、メテオライトも打たない方がいいのかな、ちょっと一回、うん、アイテム溜まる前に試した方がいいかな、試してみようか、うわ、これか、これだ、メテオソードだ、あ、めっちゃめっちゃめっちゃ出てるわ、あ、降ってくるのか、やばいよこれ、今なんかすごいことが起きてる、あ、それで一定の範囲の人がずっと爆発ダメージ受け続けるのか、うん、結構距離ある、このぐらいでも当たるから、このぐらいか、ギリギリの距離で、最下層まで行かないと終わらないんですそれ、多分そういうことか、俺仲間と一緒にいるときに撃っちゃいけない技だったな、逆に言うと、ね、海の中じゃなければすぐに終わるのか、そうか、メテオソームは最後の最後でもいいかもな、こいつは、こいつは確かに一番最後あいつに当てたい、エンドのね、あそこのワープするとこにぶち当てれば勝てるんじゃねえか確かにそれはあるぞ、半壊しない島島半壊した、急に半壊したんだ